レインジャー3号は、レインジャー計画の3代目の宇宙機。1962年1月26日、月の研究のために打ち上げられた。この宇宙探査機は、月の表面への衝突前10分間に、月面画像を地上局への送信ができ、月への地震計カプセルの高着陸、飛行機間中のガンマ線データの収集。 月面のレーダー反射率の研究などができるように設計されており、ガツ、惑星間宇宙機開発のためのレインジャー計画のテストの継続の意味があった。故障のレインによって、レインジャー3号は計画されていた月への衝突ができず、月から3万5 0 0 0トルの距離を通過するにとどまった。レインジャー3号は、レインジャー計画の中のブロック2の最初の機体であった。 ベース部分は3.1メートルの高さで、バルサ材製の衝撃緩和材に覆われた、直径650ミリメートルの月面カプセル、単元推進薬中間軌道モーター、推進力 22.6KN の逆噴射ロケットを乗せており、幅が1.5メートル程度、金クロームメッキをされた六角形の構造だった。大型の氷得アンテナと2枚の翼系の太陽光パネルが、 ベース部分の底部に付けられており、太陽光パネルは飛行の初期に展開された。電力は8680個のソーラーセルから発生し、11.5kg1kWh の容量を持つ銀鉛電池とバックアップ電池に貯められた。飛行制御は、半導体コンピューターとシーケンサー、および地上コントロール指令システムで制御された。高度コントロールは、太陽、 地球センサー、ジャイロスコープ、ピッチロールジェットで制御された。テレメトリーシステムは一方は、出力が3ワットで一方は50メートル W の2台の960メガヘルツトランスミッター、氷得アンテナ、虫光アンテナが載せられていた。全体は白塗り、金クロムメッキなどで温度調節を行っており、逆噴射ロケットは、銀色のプラスチックシートが包んでいた。 実験装置には10秒に1フレーム画像を撮影できるスキャン機構を持つビジコンテレビカメラ1.8メートルのブームに取り付けられたガンマ線、スペクトロメーター、レーダーコード系、月面に高着陸する地震計などが積まれていた。地震計はトントのコードネームが付けられ、通信装置として50メートル W トランスミッター、増幅電圧制御 ターンスタイルアンテナが付属しており、トランスミッターを30日間稼働させられる6台の銀カドミウム電池と共に付き着陸カプセルに乗せられていた。これらの装置は時速 130km から 160km で月面に衝突しても大丈夫なように作られた。レーダーコード系は反射の研究に使われるだけでなく、カプセル分離の開始と逆噴射ロケットの点火用にも、 設計されていた。これはアメリカの最初の月面衝突試験となるはずであり、計画では月までアトラスアジェナで加速し、一度中間点でコースの修正を行い、月に衝突させる予定であった。光学望遠鏡に使われるテレビカメラを積んでおり、落下中に2 4トルの解像度の映像まで送信できる予定であった。また、 42.6kg のカプセルを積んでおり、月への衝突前には 21.4km ほどの高度でカプセルを分離し、着陸の衝撃を抑えるために逆噴射ロケットが点火され、バルサ材製のカプセル外角に守られ、停止するまでに月面で数回バウンドする予定であった。レンジャー3号は1962年1月26日にアトラスはジェナで打ち上げられた。 しかし、ブンスター誘導装置の故障によって宇宙機は過剰な速度まで加速され、この状態で月への戦意軌道に投入された。さらに、間違った逆のコマンド信号によって、宇宙船のピッチが間違った方向に向き、TM アンテナは地上からの更新が不可能になり、コース中間での修正も行われなかった。加えて、最終操作時のスプリアス信号が、 利用可能な映像の伝達を邪魔した。最終的に1月28日に目標よりも14時間早く月から 36,800km の位置を通過し、最終的に太陽周回軌道に投入され、現在は人工惑星になっていると考えられる。しかし、搭載された装置によって惑星間空間での最初のガンマ線束の測定結果をもたらし、 飛行からはいくつかの有用な光学データが得られたとされている。1979年から1981年の NBC の SF テレビシリーズ25世紀のバックロジャーズでは主人公のバックロジャースが1987年に打ち上げられたレンジャー3号のパイロットであるとされている。このレンジャー3号はスペースシャトルのような宇宙船であり故障し、 凍結し、500年後の地球に戻るという設定になっており、レインジャー3号に関連していると思われる。ありがとうございます。